はい、ローガン・ラガンズの原宿メモリアル番外編コレタ集、野口くんの番です。皆さんこんばんは。よろしくお願いします。はい、髪の毛に悩む、ええ。何ですか？最近シャンプーをすると抜け毛が、あ、そいや、それじゃないです。う。髪また伸びてきましてですね、はそろそろ切りたいんですが、い。はい。どうしたらいいかなって、どういう髪型がいいかな。知らないですよね。何を言ってんでしょう、この人はね。髪型に悩むの間違いですね、これね。そうだね。はい。っていうところでございまして、ちょっとね、だんだんちょっとうざったくなってきてるんですね。思い切って坊主にするってどうですか？前それをつぶやきでしてみたら、思いのほか反響が大きくて、ほう。みんなやめてくれと。あ、やめてくれっえ、て。なんで？イメージが合わないからじゃないですか、イメージに合わないから。そうなんだ。意外に似合うような気もするんだけどね。僕もそう思うんですよ。昔坊主だったこともありますあ、からそうね。なんだ。坊主にしたらなんかかけてあげたい言葉としてはさ、何悪いことしたのみたいな。よろしくお願いおし願いしまます。す。このコーナーはまだ引き続き続いております。何でしたっけ？ノガッチのお絵描き劇お場。絵描き劇場。今回でもう6回目ということでね。はい。で、マイナス250点からスタートですあ、けどそうでね。すか。前回終わり際にそろそろなんかちょっと心がくじけそうな感じの発言もありましたけども。頑張ります。はい。負けません。今回はですね、まさしく、絵ですよ。え、はい。はい。アニメとか漫画のキャラクターを描いてもらおうかなと思います。出たとこ勝負です。はい。はい。まず一つ目。はい。サザエさん。サザエ。はい。はい。サザエさんのサザエ。サザエさん、サザエさん、サザエさん。サザエさんってどんな人？一応制限時間5分ということでやっております。さて、まあ結構難しいと思いますけどもね、人の顔とかって できてました。はい、お願いしサザエさんできまました。す。おお、これは、まあサザエさんとは誰も思わないでしょうね。なんだろう、なんかそんな顔のやついますけどもね。マイナス10ポイント。もっとドラスティックに得点決めましょうよ。どういうこと？マイナス10じゃ足んないですよ、こんなクソみたいな絵。あ、そうですか。ええ。じゃあマイナス100ポイント。来た。はい、次。次はですね、はい。ドラゴンボールのはい。悟空。悟空。いつぐらいの悟空ですか、ちなみに。まあ、お任せしますよ。あ、悟空って分かればいいや分かみれたばいいいでな。すよ。まあ、悟空も息子のなんだっけ、ご飯ごだっけ飯。とかも全部顔同じでしょ？まあ基本はね。服が違うとかさ。さあ、悟空。ドラゴンボールはもう今ね、またリバイバルみたいなはい。のもやってましたね。やってますね。大人気。海外でも人気ですか海ら外でもね。大人気ですから。ちょっとね、悟空じゃなくなってしまったんですけどね、はい。ドラゴンボール系のキャラクターにはなりました。俺はドラゴンボールの悟空とは答えないでしょうね。そんなキャラいるんですけどもね、他にもこれね。誰でしょうね、これなんかね。別の漫画ですよね、それね。マイナス50ポイント。ちょっと自信あったのに50も取られちゃった。はい。さあ、次はですね、はい。ちびまる子ちゃん。マルコ。まる子。まるこか。まるこちゃん。楽しいことならいっぱい。夢見ることなら雨いっぱい。さあ、これはどうですかね。今すぐおしゃれに着替えて友ちびまる子ちゃんも息長いですね。達。ねえ、できました。はい。
マルコ。まあなんかそう表現したい気持ちは伝わってくるんですけどもね。まあちいまる子ちゃん出てくるのが別のキャラクターに似てますね。野口さんにちょっと似てますよね。野口さんの方が似てますけどもね、マイナス10ポイント。はい。さあ残り時間もあと1分半切りました。はい。ガチャピン。ガチャピン。ガチャピンか。ガチャピン。ガチャピンか。こりゃあれガチャピンどんな顔だっけ。わかんねえ。ガチャピン。これはわかんねえぞこれ。できました。はい。これはひどいですね。これは全く何もかすってもいないですね。これは何ですかこれは。ガチャピンです。骸骨みたいな。ガチャピンです。これはひどい。マイナス10ポイント。はい、もう一個いきますか。もう時間かな。時間です。はい、はい、では今回ついにマイナス1000ポイントと。あれひどすぎますね。ちょっとね、我ながらですね、まあ絵下手なんですけど、はい、これはないだろうと。で技術的にどうっていうのもあるんでしょうけど、想像力がないっていうのもあるかもしれませんね。なんか病気ですねこれね。僕ね、私も絵は得意なことではありませんが、あれはひどすぎますね。ちょっとね、なんか思い返せば小学校2年生の時に9ヶ月間目の病気でちょっと入院したんですけども、はい、あれを境目ですよ。境に僕絵下手になったんですよ。だですか。本当です本当ですこれ。うん、うん、だからきっと小学校2年生の時9ヶ月入院すると、うん、みんな絵下手になりますよと。ですかね。なんでそんなゲッツ的な感じの。でも、はい、でも目は良くなったんで僕はそれで良かったかなと思ってます。うん、はい、分かりました。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。